ただいまから市定例記者会見を行います。お願いします。どうも、まず発表項目を申し上げます。5点ばかりございまして、まず第一は、富士の国先端医療総合特区の第一次指定についてでございます。12月22日に内閣官房地域活性化統合事務局から、富士の国先端医療総合特区が指定を受けることになった旨連絡がございました。この総合特区は県立静岡がんセンターを核として革新的ながん診断装置、診断薬の研究開発の拠点化を進め、がん医療を飛躍的に発展させるとともに、医療機器などを提供する地域企業による産業クラスターの形成を図ることにより、地域企業の活性化と雇用の創出を目指すものです。がんの早期診断技術の開発という医療上の効果をもとより、地域企業の医療産業分野への参入や企業立地の促進など経済的な効果を大きく見込めるというところが、今回の地域の選定において高い評価を受けたものと考えています。これまでのファルマバレープロジェクトの成果もございまして、本県の医療機器生産額は2004年1442億円でございました。それが2010年には3069億円まで伸びています。今後この総合特区制度を活用いたしまして、これを4000億円程度まで伸ばしたいと思っています。でさらにこれによって5000人の雇用の増加を見込んでいます。今後の予定といたしましては、国と静岡県との協議会を設置いたしまして、規制改革等に関する関係省庁との協議を行います。国によります、東京政府によりますと、年度内には総合特区計画の認定がなされるとのことでございまして、さらにこのプロジェクトを加速してまいりたいと存じます。以上でございます。2つ目は、内陸のフロンティアを開く、推進会議を設置いたします。平成24年度の、初夏には予定されている新東名高速道路の開通によりまして、本県の内陸部は多自然共生地域としての良好な環境に加えて、幹線交通の結節点として企業誘致や定住の促進などにより新しい発展が期待される地域です。このため新東名高速道路のインターチェンジやサービスエリア等の周辺地域を富士の国内陸のフロンティアと捉えまして、防災、環境、物流、観光、さらには新しいライフスタイルの提供など、さまざまな視点から新時代の魅力ある地域づくりを全庁的に推進していくために、内陸のフロンティアを開く推進会議を設置するものでございます。今日も、午前中の幹部会議っていうんですか、あれは幹部職員会議に、岩木誠先生、日本のこの間の東日本大震災の復興構想会議の議長を務められた岩木先生をお招きいたしまして、1時間45分くらい、2時間近いご講演を賜ったわけでございますけれども、ご案内のようにその提言の最も大きな柱になるものは高台への移転でございました。その高台への移転をいわば先取りすると、あるいは高台への移転後の、東日本の新しい姿、これは日本の新しい姿と言ってもいいと存じますけれども、これを先取りするものとして我々はこの新東名高速道路、夢のスーパーハイウェイと名付けておりますが、従来のハイウェイが小玉ならば、N700 型の望みというふうにお考えいただくといいと存じますけれども、そのような従来の高速道路と、質がもうはるかに上のものができますので、これをベースにしたフロンティア開拓をしてまいりたいということでございます。そのための会議を設置しまして、このあと3時から第1回本部員会議を別館9階第1特別会議室で開催いたします。第3番目のご報告事項は、前にお約束しておりました
東海地震、想定東海地震に関わる最終処分場候補地の選定についてでございます。これはまあ中間報告というように取っていただければと存じますけれども、東海地震に備えるために、県有地の中から瓦礫等の最終処分場の候補地を選定するよう、暮らし環境部に、指示をいたしまして、町内の連絡組織を立ち上げ検討を進めて、おります。実際の設置にあたりましては、各種法令による指定の解除、搬入路や水道電気等のインフラ整備などクリアしなければならない課題は多いのですが、現時点での利用状況、法規制等を勘案しながら、担当課の意見などをもとに絞り込みを行って選定した地域の候補地を申し上げます。まず私は想定される瓦礫の量が3800万トンと、そのうち3分の1強が可燃物と、でこれを燃やした場合の最終処分に必要なゴミの量が180万トンぐらいと、でこれを伊豆半島東部、中部、西部に4箇所を設けるということでご選定、選定作業に入ったわけですが、やはり伊豆地域はですね、国立公園区域内とか保安林の指定、住宅地が近接するなどの理由で、相当探していただいたんですけれども、適地が見当たらないということでございました。で東部地域と西部地域、失礼しました、伊豆地域と合わせて考えることといたしまして、天神山自然観察の森、田中山県永林、および千本県永林の3地区でございます。中部地域における候補地は今夜沢県営林、農業高校の湯山演習林、灰原ふるさとの森の3地区でございます。西部地域は浜松市の最終処分場に隣接する稲佐県営林や宮古田県営林、愛宕県営林の3地区でございます。いずれの県有地も県として現時点で考えうる候補でございまして、周辺住民もちろん関係市町に対しても合意形成を図っていく必要があることは今でもありません。これを背負取りながら議会にもご報告をしてまいりたいというふうに思っております。もっとも次期被害想定で災害廃棄物の発生量が見直されることも考えられますので、その際には状況に応じて随時見直しをしてまいりたいというふうに思っています。4点目は、去る12月15日、午前10時25分から午後1時半まで、天皇陛下、皇太子殿下に対しまして、地方事情のご説明を及びご賛をいただきました。ご説明を申し上げご賛をいただきました。その時の資料を、皆様方のお手元に配ってございます。説明するときにはそのメインの資料と参考資料と、その本文の中に富士山百人一首の件が述べられておりまして、11月現在で2万数千部配布されたと、現在はもう3万部を超えておりますが、それを大変お喜びくださいまして、その、富士山百人一首の冊子も机の上に置かれていましたので、置かれておりました。それは大変他の知事さんや宮内庁、また総務省の、方からいい試みだということで、ご賛の席やあるいは移動の時に、高い評価をいただきまして喜んでおります。それからもう一つお約束しておりましたことですが、それはえー、空港問題について、まとめるということで、委員の選定が終わりました。山本義彦先生、
資料持ってきてたはずだったかどっかに行っちゃいました。それからすいません。そうですね。山本芳子先生は本県の静岡大学人文学部長を務められて、現在は静岡大学名誉教授でございます。近代日本経済史のご専門の先生。それから、河瀬典子先生、静岡大学ですね、の経済学科経済と政策教授で、地方財政がご専門の先生でございます。それからもう一人、四方田正文先生、静岡文化芸術大学の文化政策学部の講師の先生で、経済史産業史経営史がご専門の先生です。この3人の先生に要請しましたところ、ご快諾いただきまして、10日ほど前に、あ、そうですか、12月14日に、3人の方々と君塚部長代理とご一緒に会合を開きまして、空港問題として、研修の特別編を大体平成元年あたりぐらいから、したがって斉藤知事の頃から石川知事16年、そして、昨今に至るまでという、このほぼ20年余りを空港問題に限って、一貫編んでいただくという、そういうことで合意をいたしまして、そのためのこれから知事部局で、人もつけて、また部屋も用意し、かつ資料を整理しなくちゃいけませんので、そうした資料が整理できるような、そういう、本棚を含めた部屋を提供したいというふうに思っております。以上が5件の報告事項でございました。ありがとうございます。以上、知事の発表項目に対して質問ありましたらよろしくお願いします。NHK 三浦です。まず生態量総合特区なんですけれども、おっしゃった3000億円を4000億円に伸ばして、あと5000人の雇用の増加を見込んでいるという、この部分はいつまでにという目標の時期設定ですね、特に5000人が知事おっしゃっている3万人の雇用創出アクションプランに含まれるものであるのかどうかというのをまず伺いたいと思います。あと、もう一点、最終処分場の選定なんですけれども、時節柄、もし津波被害で浜子原発の事故があった場合、今回の東日本大震災のように瓦礫が放射能を帯びた場合は、これらの場所が埋め立て処分場の候補地になってくるのか、今後の住民説明で放射能を帯びるような地裁があった場合はそれを対象としないということを逆に合わせて説明していかれるのか、お考えをお聞かせください。はい、まず最初のご説明、ご質問ですが、この、富士の国先端医療総合特区の、年間医療器具4000億円の目標ですが、平成27年を目標にしています。で、そして、雇用の方は平成25年度までですから、ですからそこにはこの申し上げました5000人というものになるべく近づけるという形で入るということでございます。それから第2の最終処分場についてですけれども、これは想定東海地震ということで、差し当たって、津波や瓦礫というものが3800万トン出るという、その想定でやっております。で、これが、もし大きな模試ですけれども、
浜岡原発の事故と重なった場合は、当然これは別途考えてもならないと存じます。はい、すみません、今の質問に関連してですけれども、はい、その処分地を選あの候補地を選んだですね、ええ、基本的なその、ええ、まあ、基準というかそのあたりもし詳しく今説明できることありましたらお願いします。あります。で、今日先ほどそれを説明しようと思って、選定方法ですけれども、次の5つの基準に該当するものは候補地から除外すると、そこに施設があるもの、そこが売却予定のもの、そこが自然公園法に基づく公園である、ところ、そこが希少生物の生息地であるところ、そこが都市計画法に基づく都市計画区域および風致地区であるところ、これが5つの基準に該当するところは候補地から除外するということで選びました。ありがとうございます。じゃあレディファーストで、朝日新聞の阿部と言います。空港の問題の検証の部分なんですが、はい、今後のタイムスケジュールがどうなっていくのかという点と、あとはまあここを特に重点的に3市の先生には検証していただきたいという点が知事の思いであれば、その点も合わせて教えてください。そうですね、タイムリミットを決めたわけではないんですけれども、どれぐらいの資料があるか、これも、先生方、まあ、他のところ3人ですけれども、その先生方のお仕事の進捗状況にもよりますが、まあ、私の、任期がございますですよね。でそれがちょうど1年半後ぐらいにまあ、巡ってきます。で、まあ、それはちょうど空港開港3周年ということにもなりますので、そこはあえて申し上げました、3人の先生に、もし、資料が簡単に出にくくなるような知事さんがなった場合には、仕事が続けにくくなることもあるかもしれないということもありますので、ですから、現在は資料を必要なものは学術的な見地からやっていただきますので、全て出すと、いうように申し上げまして、この点はお約束をするということでございます。でそして、まあ、資料集とそれから本編がございますので、それも両方合わさって見地というのが作られます。ですから、その大きさもですね、一応一巻が1000ページぐらいのもので今まで作られてますので、まあ、それを基準にして編んでくださいということを申し上げてございまして、その2点はタイムリミットを含めてご了承賜ったということでございます。検証の中身についてですが、中身特段、はい、これはですね、こちらが要求するものではありませんで、やはり斉藤知事の時に空港問題が出てまいりまして、そして、まあ、私の前任の知事さんの時には、まあ、これがおそらく県におけるですね、最大の問題の一つというふうに言うことは間違いないと存じます。でそして前の知事さんがお辞めになられたのも、この空港問題によって、辞任されたということでございました。で私も、危機管理を除きますれば、もう最初に直面したのは立ち木問題でございましたので、そしてまたもちろん搭乗率保証の問題もございました。こうした県におけるいくつかの関心事、県民の関心事というのがトピックとして出てきており、まだ記憶も非常に鮮明なのでですね、で資料もなんて言いますか、そのままあるというふうに思いますので、そこの中から
バランスよく、この空港問題を軸にして、これまでの20年余りを、四半世紀ですね、これを描いていただきたいと。まあ、この四半世紀になると平成期が入りますが、ちょうどあの前の県史が、平成4年ぐらいまで書かれてるんです。しかし、それはたまたま平成4年の出来事も書かれてるっていうぐらいでですね、昭和末からは手薄になってます。空港については数行書かれてるにとどまりますので、したがって、それ以外の問題は大変多いんですが、とりあえず今回は一番大きな柱として空港問題に押し付けていただいて、でその、小別構成、辺別構成、中身については3人の先生にお任せすると、こちらからは干渉しないという、ことでございます。テレビ総合の加賀です。2点お伺いします。がれきの最終処分場ですけれども、まあ、あの各地区3カ所ずつということになったと思うんですけど、ここからの絞り込みのスケジュールの目処がありましたら教えてくださいというのが1点と、あと空港問題の関係で、先ほど知事あの任期が1年半で空港3周年というふうにおっしゃいましたけれども、任期に来る頃空港多分4周年になると思うんですけど、任期中ということでいいんですか。あ、そうですね、待ってください。3周年というのは来年になりますね。来年になります。それは無理です。無理というのはまとめるのは無理ですね。なので4週、任期を迎える年の6月までそういうことでございます。あとその空港問題の関係で、もともとこれを編む目的として、その、まあ、これまで空港問題についてその明らかにされてない部分、まあ、あの不透明な部分っていうのがあったから、父としてはその編みたいというふうにお考えになったのか、そのあたりの意図を改めてお願いできますか。これはー私にとって一番、説明するべき内容が多かったのが空港問題であると。で、県民の方々の最大の関心事が空港問題であると。でこれは、定期的に県民ダイリーというんでしょうか、県民が方々がお寄せいただく意見があるんですけれども、まあ、それを拝見しますと空港問題が非常に大きいですね。でこれは空港問題として論じられる場合と、それから空港を活用してさらに発展させていくという観点で論じられる場合とございますけれども、実にさまざまな意見が空港について寄せられております。でもちろん、当初は重要予測と建設というのが関係しておりました。でそれは外れたわけですね。で、まあ、そうしたことも検証対象になるでしょうし、さらに、JAL との搭乗率保証というのの経緯も、必ずしも文明でないということがございます。でこれは、やはり第三者に見ていただいて、で、誰でも分かる形にしておくことが、県としての義務ではないかというふうに思っておりまして、まだ分からない部分があるということが指摘を受けておりますの で、そうしたことがないように、網羅的にですね、全部分かるように、識者の見識でまとめてくださいと、まあ、言ってございまして、取り立ててどこかの問題をと、誰かを立ち木問題に中心をとか、あるいは場所設定におけることが一番大事だとか、まあ、そうしたことも含めて一切何も申し上げていないです、3人の先生方には。はい、あと1点目 の、瓦礫の最終処分場の選ぶスケジュールですけど、そうですね、これについてはですね、そうですね、これはまた作れるかどうかわからないですね。地元の調整もいりますので、とりあえずですね、場所をまず決めて工事を上げないとダメだということで、今回は工事を上げていただくことだけに絞りまして、いつから作り始めるか、どれぐらいの規模になるかなどにつきましては、流動的だというふうに申し上げたいと存じます。
ただですね、あらかじめ候補地を選定しておくのは設置に要する時間をできる限り短縮するということにはつながるというふうに思っていますので、いざという時に迅速に災害廃棄物の処理に対応できるようにするというのがこの候補地選定の目的です。ありがとうございました。はい、よろしいでしょうか。NHK の後藤と申します。ですね、チャイナエアラインが台北便を就航で今申請してるんですけれども、それについては知事はどのようにお考えでしょうか。あ、そうなんですか、ごめんなさい。いや、いいですよ。チャイナエアラインに関しまして、後でまた関係質問以外に、出る過程としてそれが先に出たということでお答えしておきますと、実は本日、チャイナエアライン中華航空から、台北桃園空港ですねと静岡富士山空港との間に来年3月以降定期便を週3便運航することについて会社はお決めになったと。お決めになった上で台湾の民用航空局に申請中であるという経過報告を受けました。さらに静岡のほか鹿児島、富山についても手続きが同じレベルで進められており、今後所要の手続きを経て正式決定に至ると思われます。年明けに改めてチャイナエアラインの方から正式に伺えるというふうに受け止まっております。よろしくお願いしましょうか。とりあえず今の件はまた幹事社質問の後でよろしくお願いします。じゃあ幹事社質問に、あ、すみません、ケーシーの件、日経新聞の西村です。ケーシーの件なんですけれども、3人の委員の方はですね、閉鎖するカーテンにおいて多分文献によって調べるというのも一つの手ですけれども、やっぱ関連した、当時の方にインタビューしなきゃいけない部分とかいろいろ出てくると思うんですけれども、なかなかそういう部分で取材みたいな形になるとは思うんですけれども、その場合県としてなんかバックアップするとかですね、そういうお考えはあるんでしょうか。目下のところは文書を中心に、やっていただくと。でまた3人の先生方も、歴史資料の分析に長けた方で、あってオーラルヒストリーといいますか、そういうインタビュー形式のものは必要が出てくるかもしれませんけど、現在は県の持っているあるいは関係、所が持っている、資料を中心におまとめいただくと。これは新聞資料も入りますね。そうしたことで一応合意がなされています。よろしいですか。じゃあ幹事社質問にまずは移らせていただきます。本日は2点よろしくお願いします。まず1点目ですが、先日24日にですね、島田市の方で震災がれきの受け入れについてですね、市長とその大臣を交えた形 です説明会がありまして、その場で、まずは受け入れに向けて試験的な焼却を、1月中、早ければ1月中ということで、やってみて、その後また受け入れるかどうかを正式に判断するというような、決定がなされました。この点、県と協力してやられるということですが、この点についてまず知事のご所感をお願いします。2点目ですが、もう歳末ということで今年を振り返ってですけれども、知事にとって今年の三大ニュースを教えてください。以上よろしくお願いします。はい。第1点目のご質問ですけれども、島田氏が、実質上、受け入れの表明を、新聞市場やあるいは、いろんな場面になさって、でそして、それを受けてこの度22日に、細野大臣が初めてこの件について、市長全員にご説明を遊ばして、でそして24日に、
正式表明を前提にした形で、お入りになって、決まったことは私権証券をするということだったわけですね。もうすでに12月10日に高山政務官がお越しになりまして、環境省として全面的にこの件について協力するということをお約束いただき、その前に細野大臣からこれについては国が言い換えると環境大臣の職責において全責任を持ってバックアップするとおっしゃっています。ですから、あとはですね、科学的な調査に基づいて、危険でないと、要するに放射性瓦礫でないと、津波で破壊された大槌山田町の可燃物であるということですね。で、すでに、島田の議員さんが12月の20日過ぎに、山田町にお入りになり、で私は21、22、23と遠野市に滞在しまして、遠野の本田市長並びに山田町の町長さんは復興の会議がございまして、どうしても来れないので白戸さんという本県が最も親しく支援の我々の支援者を支援していただいた向こうの幹部の方がお越しいただいてですね、この件について大変に関心を持っておられて、でその日のテレビででも、山田町を視察された島田の町議の方々と、沼崎町長との会見の模様、などが報告されててですね、もう島田氏がなさるというそうした形での報告だと受け止めました。そうした中でようやく私権償却をなさるということで、私はこの私権償却をなさるときに、ぜひその場に立ち会って、持ってこられた瓦礫を検査しなくてはなりません。その検査の値をしっかり自分の目で見届けたいと。でもしそれが通常の我々の言う通常のゴミですね、普通のゴミと異なって、いて、万が一にもその、放射性セシウムがですね、高いレベルで検出されるということがあればもう即これはできませんので、そうしたことを自分の目で確かめたいと思っておりまして、その時には島田市に入りたいと思っています。現在市町の組長さん、それから町村の組長さん全体でこの件は前向きに取り組もうとおっしゃってますね。であとは私権償却をなさるところがどこから出てくるか、これはそれぞれ市町の事情が違いますので、全部足並みを揃えて同じということは現実的にはありえないことなのでですね、どこが最初に私権償却をされるにせよその場には立ち会いたいなとは思っております。でそして自分の目で確かめて、値がいわゆる普通のゴミとの中に含まれるであろう放射性物質との量と変わらない、要するに安全であるということが分かればですね、これはそういうレベルで住民の皆様方にもご理解を賜って、向こう10年以上かかるようなそういう瓦礫の処理について協力をするということに向けて小さな一歩ですけれども大きな意味を持つ一歩を踏み出すことが本県においてできればなと強く願っております。島田氏以外に他になさるところが先にあればそこにまでも行きたいと思っております。私にとっての今年の三大ニュースということですが、やはり3月11日の大津波で岩手県三陸沖の人家、人、全てが破壊されたと、これが
元々方です。でもう一つは福島第一原発の、事故でございます。3点目は浜岡原発、の中止要請を、首相要請を中部電力がお受けになって浜岡原発が5月14日に全面停止したこと、この3つが私にとっての今年の最大ニュースです。ありがとうございます。じゃあ柿下さんよろしくお願いします。SBS テレビの柴田です。島田のがれきの問題について少し伺わせてください。一応今島田市国とですね、国から説明を受けて進めている最中ですが、県としてこの島田市のがれきの受け入れ問題についてその他に協力できることはありますでしょうか。それとももしくは協力したいということが何かありますでしょうか。この間22日24日と、この問題における最高責任者は副知事、大村副知事です。それから暮らし環境部長です。私は22日は、こちらにおらなかったので出てませんけれども、県として最大限の今努力をしたと。そして島田に関してはあとは、言われたことを実行される、非常に難しいご決断だと存じますけれども、この間の地元説明という中でも地元以外の方が入っておられたという報告を受けているんですが、地元の方々のご理解は得られていると、地域住民の方のご理解は得られているという、そういう報告を受けております。それで、島田市長さんとしても試験焼却をなさるというご決断をなさったと。で、試験焼却については細野大臣、それから大村副知事、暮らし環境松浦部長全員の了承でこれで差し当たってまず進めるということでございましたので、この試験焼却という考え方は大変素晴らしいと存じます。まず、やってみると。でこれは、他の市町の中でもできるところがあればこういう形で最初の一歩を進めることができると思っておりまして、島田が先鞭をつけられるか、もしくは他のところがなさるか、その時に立ち会うという形で、そしてもし疑念があった時にはそれに対してその場で解決するという形でのですね、実効性のある関与をしてまいりたいと思っております。時間が許せば私はもうぜひその場に立ち会いたいと思っています。関連して島田市の状況について伺います。確かに22日23日の説明会、地元以外の、そういった反対を声高に叫ぶか、活動をされている方々も入ってこられたようですけれども、島田市長の認識でも22日8割方は地元住民であったと。でご承知の通り最終処分場は牧之原台地という、もう静岡県のお茶はこういうところで作られているんだとい う, もう代表産地でのところに最終処分場がございます。こうした中でほとんど の, 住民の方が反対に手を挙げたということを、それによって24日の政治表明先送りになってしまったことを知事がどう捉えていらっしゃるかというのを伺いたいのと、あともう一つ地元の方は結局お茶を含めて風評被害による、実害を恐れていらっしゃるわけですが、これに対して国は原発事故のような損害賠償をするとは明言なかなかしないわけですけれども、この損害賠償の保障がなかなか得られずに住民がなんか不安が強いというこの状況についてどう受け止めていらっしゃるか、県として何か対応できるかお考えをお聞かせください。この牧之原台地に限らず本県を代表する農芸品が
お茶なので、これは他の地域も同じなんですけれども、風評によってお茶も売れないと、いうことで多くの方が苦しまれた、あるいは静岡県の農産物というものがその風評にあったということだと存じます。実はこのゴミについても、放射性のゴミだという風評が、東北地方のゴミは全部放射性のゴミだという風評が立っております。で、我々がそれに対してどう立ち向かうかというときに、これは科学的に検査する以外にないんだと思っています。ですから、牧之原の大地が放射能によって汚染されると、向こうのゴミが来ることによってと、これも風評である可能性が高い。実際は津波による破壊された家屋や家財、本屋、その他可燃物でございますね。それをいわゆる普通のゴミを処分するのだと、いうことを、じゃあどういうふうにして証明すればいいか、これは、科学的に検査する以外にございませんで、それをしようと言っております。で、ただ風評被害によって販売が落ちたと、売れなくなった、返品があったというのは実害ですから、これについては、東京電力あるいは地方政府はですね、賠償するということを言っておられるので、早くこれを実害を出た分はですね、賠償しなくちゃならないということで、この動きの遅いのには大変苛立っておりますが、そのゴミに関しましては、牧之原の大地が放射性で汚染されるようなことがあってはならないというのは、誰にも共通した思いでございまして、じゃあそれが汚染されるのか汚染されないのかというのは測る以外ありませんので、測ってそして見ていただくということでございます。で、特にその東北地方のゴミという言い方を、瓦礫という言い方を、放射性というところと結びつけてですね、放射性瓦礫だと、いうふうに結びつけて、論じる、そういう風潮がないとは言えないと思っています。まあ、ですから本県にも、いくつかの農産物で、セシウムが検出されたということでございましたが、そうした意味におけるその放射性で、セシウムが検出されるということはあったにしよう、基本的には津波でやられた大槌町と山田町のゴミに限ると、福島原発から240キロ離れた山田町のものを島田の方が見に行かれて、でそれは目の前で検査する、それをご覧になって、でそしてそのゴミの大きさ、瓦礫の巨大さに議員の先生方が呆然自失されて、なんとか助けたいというコメントをテレビでされておりましたけれども、そういうことなんですね。汚染をするためとか、あるいは危ないものを持ってくるとかということはしちゃいけないし、させられないしということでですね、我々が誇る牧之原の美しい大地を放射能で汚染するということは決してあってはならないと、でそのためにしっかりと検査をして風評をと戦うという姿勢を静岡県としては持ちたいと存じます。そして風評によって出た実害、これはしっかりと賠償を要求していくと同時に、現在風評によってその、困ってらっしゃる方々を一方で助けると、いうことにも合わせて汗をかけたいと思っているわけでございます。中川さん、それからじゃあ中川さん先で、はい、すみません、関連してですけれども、24日の、説明会の後に市長が会見されたときに、年明けに知事もぜひ説明会に出ていただいて、一緒にその住民の前で説得をしていただきたいというような趣旨のご発言がありましたけれども、知事の方として住民と、直接会って、
その受け入れについて協力を要請するというお考えはありますでしょうか。市長さんからその話は聞いていません。特に直接は、はい、私は僕の代わりに、県のトップが行って、そしてかつ法務大臣が来られた。すでに実質的に受け入れ表明をされていて、でそして、それが形にならないと、まあ、非常に苦しいお立場に市長さんいらっしゃると存じますけれども、私の受けている報告は地域住民の方は合理的な説明を受け入れられていると。しかし地域外の先導者が煽って、反対に回らされるような先導をされたと、いうことに大変苦しまれていると、いうことを受け止まっています。そうしたら、もし説明するとすれば、はい、地域住民の方のみに本当に関与される、処分場やあるいは処分場というところと近接して生活されている方々に不安を与えてはいけないということのためにはですね、もうその説明は終わっているというふうに私は理解しておりまして、試験焼却の時に立ち会おうというふうに決めております。分かりました。あちらの方が先ですね。 あなたが先です。どうぞ。読売新聞の寺島と申します。チャイナエアラインの関係でですねお伺いしたいんですけれども、知事も直接定期便化については要請なさってきて、で今回定期便化が実現しますと、静岡空港が2009年6月に開港して以来初めて国際線が新たに就航することになります。初めて新たに就航することになります。で今回この実現に見通しがついたことについて、改めて知事のご所感をお聞かせください。ありがとうございます。前向きの明るいご質問で、歓迎をいたします。これはすで、に200回近いチャーター便が台湾との間で就航しておりました。で、チャイナエアラインとしては鹿児島や富山や新潟やその本県の静岡空港を念頭においてそこから絞り込みたいということでございまして、この競争はなかなか激烈なものがあったと承知しております。そうした中、本県では岩瀬副知事を中心にいたしまして、向こうとの信頼関係を築き、その信頼関係のベースの上に、あちらの社長さんとお目にかかったときに、もう、信頼関係を確かめかつそれを大きくするというそういう素晴らしい会合になりまして、もう外は大雨、しかし中は晴れ上がったというか、心の中そういうことでございましたので、週2便という話から始まったのが、話しているうちに週3便、彼は酔っ払って出入りもあり得るとかっていうふうに言ってましたが、それくらい信頼関係ができて、でただ機材繰りであるとか本件の受け入れのキャパシティであるとか、そしていろんなことを勘案して、週3便というふうに会社がお決めになったということはもう本当に朗報でですね、これをぜひ台湾の当局、それからまた日本の国交省も速やかにご了承賜って、ご認可賜って、来春、そうですね、いつ頃になりますかね、静岡空港にチャイナエアラインの定期便が就航するときの方が新東名のオープニングよりは早くなるであろうと、あるいは争うかなということで、大変楽しみにしているわけでございます。点確認なんですけれども、先ほど知事3月以降というふうにおっしゃいましたが、例えば3月から就航する見通しなのか、それともどうなってますかね。月については、来年3月以降ということで、でしたら4月になる可能性もあるということ。そうですね、そうですか。2月23日に行きたいとかという話もあったんです、社長さんご自身は。でどうしても機材ぶりがうまくいかないというふうなこともございましてね、ですから機材ぶりが調整できれば
可及的速やかにお越しになるんじゃないでしょうか。こちらが3月でも見るべきところがたくさんあることはよく現地調査をして向こうにご存知の方がいらっしゃいましたので、静岡県のご事情はよくご存知で早く来たいという思いが伝わってきております。しつこいようで申し訳ないんですけれども、はい、改めて就航をもししたらその後期待することを教えてください。はい、台湾との関係は教育旅行も今少しずつですけれども始まっておりまして、ですから、この台湾と船の国と、いうのがですね、新しいこう台湾を舞台に東南アジアへ、ベトナムとかシンガポールとかを念頭に置いておりますけれども、そこへの足がかりにもなるかなと。ですから北は、韓国からさらにモンゴルもあれですけれども、定期便化はなかなかモンゴルは難しいかもしれませんけれども、ずっと東アジア地域ですね、東北地域から東南アジア、東北アジアから東南アジアまでずっとこの富士山空港が台湾を媒介にして、東アジアの観光の拠点としての地位を高めるというようになるはずみかなと見ております。ありがとうございました。どうぞ。時事通信の鮫島と申します。来年度の予算案の国の予算案の関係で確認したいことがある お伺いしたいことがあるんですけども、国と地方との協議の場で、子ども手当と言っていいのかどうかわからないんですけども、新しい子ども手当に関してですね、地方負担額は、当初の9800億円の予定から7800億円というふうに圧縮はされたものの、その地方負担額が増額という形で決まりまして、この点に関してどのようなご所感をお持ちになりますでしょうか。これから山田知事と連携を取り合いまして、こちらの記者会見が始まる前に、電話をする予定だったんですけど時間が押してしまいまして、このあと、山田知事の方から相談をしたいということでございましたので、ともかく、この点については知事会として気持ちを一つにして国と地方の協議の場で最高賞に臨むということになると存じます。7800億円で固まったと思うんですけども、さらにまた何かその知事の方から要請をしたいということですか。おそらくこの件で全国知事会会長の方から先ほど話をしたいというふうにあったと存じますので、その話を聞いた上で、知事会としての意思統一を図るということになるかと思います。すみません、じゃあ知事会でその意見が一致すれば基本的にその地方負担に関しては容認するというようなお立場ということですか。容認しないからおそらく相談をされるんじゃないかと思います。すみません、読売新聞の市塚です。先週国の方が食品の放射の濃度の関係で新しい基準を定められました。でお茶も飲料水と同じ、10ベクレルという基準になりましたが、これについてどのように受け止められておりますでしょうか。それともう一点なんですが、先日、ネクスコ中日本の金子社長と対談されておりましたけれども、新東名マラソンの関係で何か進展がありましたでしょうか。2点お聞かせください。まず、お茶が飲料水と同じだというのは消費者の観点からすると当然のことだと存じます。おそらく本県では水を飲むよりもお茶を飲む人の方が多いと存じます。だから日本全体としても水とお茶ということであればそう変わらないのではないかというのが経験的な感じなんですけれども、したがって、飲用のお茶というのがお茶であるので、飲料水と同じ1キログラムあたり10ベクレルというのは、誠に妥当であるというふうに考えております。逆に言いますと、生葉、アラ茶、などで、暫定基準値を定められていた、それがいかにいい加減であったかということを今回明かしたんじゃないかとも思っています。
金子社長ともいかかったのは昨日です。昨日10時前から1時半ぐらいまでご一緒したんですけれども、この間意気投合しまして、まずは何に意気投合したかというと、新東名が知られていないのでこれを PR しようということにおいて意気投合しました。で、来年の大きな出来事の最大は東京に、スカイツリーが立つことだと。で、スカイツリーの立つことを多くの人が大変楽しみにして、重大ニュースあるいは20大ニュースの中に必ず入ってくると。ところが重大ニュース20大ニュースの中に新東名の開通が入っていないと、このことについて大変に、危機感をお持ちで、特に首都圏には神奈川県がそうなると存じますけれども、まあ、全然、まだ用地買収も終わってないような段階で、あと10年後ぐらいにならないと供与が開始できないという見通しですね。で、そして愛知県の側も豊田東から静岡県側は全然できてません。これは 2,3 年後にはできるということですけれども、まあ、そうした中でこの新東名の開通というのは歴史的出来事であるということで共通になりまして、で、これをどのようにPR していくかと、それからまたこれは命の道にもなりますので、なるべく早く開通した方がいいということでですね、その初夏というふうにおっしゃってるんですが、そうした中で何としてでもしかし中日本として中日本が主催になってこれの PR をするというそういうイベントを持ちたいとおっしゃっていました。で、それを私はマラソンで痛みに遭いましたので、今度はこれやったらどうかということをご提言しておりますけれども、またちょっと頭を抱えていらっしゃるところがありまして、それは今地盤の悪いところの最終工事をなさっておられます。で、これが終わった後全区間にわたって国交省や関係部局の検査が入るんですね。で、この検査っていうのは前倒しをすればするほど日程が厳しくなるということでですね、仮に初夏といっても、まあ普通5月、まあ、6月というのも初夏かもしれませんけども、それが5月あるいは場合によっては4月にですね前倒しになったとすれば、その分検査をが、まあ、相当厳しく検査が162キロという、まあ、前代未聞の長さですから、まあ、相当日程が厳しいらしいですね。そうした中でしかし何か中日本が主催になった PR イベントをやりたいと。で、その時には県の協力も頼むと。で、私はもう全面的に協力をすると。で、そして、スカイツリーを、前に開通をしてですね、スカイツリーと新東名を縦のスカイツリーと横の新東名と、夢のスーパーハイウェイとですね、バブルの塔と言っちゃ失礼でございますけれども、ともかく日本の建築技術の粋を生かしたスカイツリーと、これを相並べて、国民に喜んでいただけるようなそういうPR をしてまいりたいということで、昨日は2回対談しましたからね。中日新聞は実際以上1時間半を超えるような対談になりましたし、それから中部経済新聞でも主催でですね、モーターショーの真っ只中で、いわゆる何て言うんでしょうか、皆さんがそこで見られているライブショーみたいな形で30分から40分近くですね、舞台の上で2人で燃えました。はい、ものすごいたくさんの人が来てました。びっくりしました。それではあれですか、マラソンをもう一度やるということではないでしょうか。いえ、それはね、だから日程と関わるということですね。もし7月ぐらいになると日程が十分空くでしょう。しかしこれが前倒しになるとどうなるかということでですね、流動的だと、まあ、それで私は、静岡の陸連の会長さんが鈴木治、鈴木自動車会長社長ですね、それから、中日本の会長さん、これは、金子さんですが、このお二人まだお目にかかったことがないということなので、なんとかお二人をセットしようということで、今動いております。まずお二人に会っていただいて、でそして、気持ちを通じていただくということが大事なので、そうですね、
どんなに遅くても来月にはそういうセットをして、一方は道路を提供する、他方は道路の上を走る自動車ですから、両者が提携すれば鈴木自動車と、中日本が共同したいということありますね。これなかなかいいコンビだと、それを私が泣こうとして、そして県下を走るので、我々の方としてもこれは交通機関部と文化観光部が一緒になりまして、そのイベント性を盛り上げていくということを考えております。どうもありがとうございました、はい、あ、そうですか。山田全国知事会会長からは子ども手当の話だけでなくて社会保障費全体についてもちょっと相談したいことがあるので、電話に出てほしいということでございました。それがこれ戻りましたらすぐに、おお、もう3時のやつの時間になりました。最後に1点だけですか、すみません、知事の発言の中でちょっと確認をしたいことがあるんですが、島田のがれきについてですね、東北地方のですね、がれきを放射性がれきだと結びつけて論じる風潮はないとは言えないとおっしゃいました。で、しっかりと検査をして風評と戦うと、 そして万が一風評がそれでも出た場合の被害についての賠償はきちんと求めていくと、これは東京電力に求めていくということですか。万が一その風評被害というものが出た場合は、いやいや、放射性に汚染された、放射性物質に汚染されたゴミであるということが検査の結果分かった場合には、あ、これはもう焼却するべきではないでしょう。で、それで実害というのは、お茶などが風評被害によって被った、そのことを指しておりまして、それについては東京電力、がれきの問題とは別という、がれきとは別です、別です、はい、じゃあよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。